皆さんこんにちは、カモネギ投資家カモラレです。本日は相場感の動画として、日本株が上がってこない要素と今後投資するにあたってどういうふうに考えているかについてお話ししたいと思います。本日お伝えしたいメインのテーマ、一つ目が地域別の投資判断と日本株の現在地ということで、それぞれの地域での投資判断の材料となるものを整理した上で日本株の現状について見ていきたいと思います。本日2つ目のテーマは、相対的に見た時の日経平均の水準、具体的には海外株の水準と比較して相対的にどういったことが言えるのかということについて分析していきたいと思います。それではまず本日1つ目のテーマ、地域別の投資判断、日本株の現在地について見ていきたいと思います。私の個人的な経験ですけれども、機関投資家として最初に配属された時によく頭に叩き込まれたのがこちらの世界地図での整理方法ですね。具体的には米国、欧州、日本、最近では中国も大きくなってきましたので、この大きな4つの地域についてまず大別します。それぞれの地域で株式市場に影響を与えるどういった政策や指標が出ているかというのをこちら頭の中で描いていくわけですけれども、米国であったり欧州では長らく金融緩和策をとって、さらに最近ではバイデン大統領が財政出動と強力に株式市場をバックアップする政策が取られてきました。しかし最近米国では FRB 中心に金融緩和策を緊縮策の方向へテーパリングしていくという議論がされ始めているので、この議論の行方に関しては株式市場をマイナスの方向に作用させるものとなります。また中国では先月あたりから非常に露骨になってきましたけれども、 IT 業界に対する規制、米国に対抗するための締め付けというのが独裁政権のもと行われているので、こちらも株式市場をマイナスの方向に動かします。日本については他国と比べるとそこまで影響力なくなってきてますけれども、最近気になっているのが日銀の動きです。たびたびこちらのチャンネルの動画でも悪者として紹介している上場 ETF を通じて株式市場に大量の資金を流し込んできた日銀ですけれども、今年の5月以降ETF の購入を買い控えています。日銀が買うのを控えたので株価が下がっていると言っているような雑誌記事ありますけれども、そのロジックは短絡的というかアホの理論ですね。日銀が持っている ETF を売却しているわけではないので、日銀が買うのをやめたら株式相場が下がるといったことはありません。具体的に可能性として考えられるとしたら、日銀が買うのを控えることによって日本株を支える存在がいなくなること、これを懸念して売却している投資家がいる、このロジックでしたら日本株を引き下げる可能性はあります。ただ現状では日銀が ETF を売却するような話というのはまだ時期尚早となってますので、この辺の動きがどうなっていくかというのは日本では注目するべきポイントかと思います。その中で日本株の不調ということで、7月の月間の各資産のリターンを見ていただきますと、左から2つが海外、日本の債券、真ん中の2つが海外と日本の株式、右側の2つはリートとなっていますが、日本株のみが唯一のマイナスとなっていて、その1つ右の日本のリートに関しては最も上がっているにもかかわらず日本株式は大きくマイナスとなりました。今度は各地域の株式市場の指標、これを2021年の7ヶ月で見てみますと、青線が S&P500 米国株指標で、緑線がストックス欧州株の指標です。オレンジの線が日経平均で、一目見てお分かりいただけますけれども、米国株だけでなく欧州株も好調な中で、日本株に関しては下落トレンドをずっと継続しているという状況です。それでは今ご覧いただいたように米国株の好調というのは皆さんよくご存知のことかと思いますけれども、実は欧州株についても今年に関しては同じぐらいの水準で好調な推移を見せています。ただ今度はもう少し長期間、10年間のグラフで見ていただきたいと思います。欧州株本当に好調な相場が続いてきているのかという観点ですけれども、こちらのグラフは日経平均が分母、ストックスが分子のグラフになっています。この2つの指標を割り算したグラフ、右肩下がりになっていますけれども、これが示すところは分子となっているストックスが分母の日経平均よりも軟調な推移をたどってきたということになります。ですのでこの10年間のターム見ますと、ずっと一貫して欧州株は日本株よりもパフォーマンスが悪い状況が続いていました。2021年の一番右側のところだけ見ていただきますと、欧州株が日本株を上回っている、先ほど米国株も加えた3つの線グラフで見ていただいたように欧州株が好調になっています。それではなぜこの10年ぶりに逆転現象が起きていて日本株だけが調子が悪いのか、本日2つ目のテーマで相対的な比較を分析することで今後考えうる投資戦略について見ていきたいと思います。
それでは本日2つ目のテーマ、相対的な日経平均の水準についてですけれども、今ご覧いただいているのが欧州のストックスの指数と日本の日経平均の構成銘柄のうちプラスに大きく影響したランキング上位のものとなっています。指数にプラスに影響した銘柄の数値、オレンジの枠で囲っている部分ですけれども、こちら左右で比較していただいてそれほど大きな違いがないのがお分かりいただけると思います。ただこの上位のランキングで特徴となるのが銘柄の構成ですね。欧州株の方に関しては上から半導体や消費財、食品、医薬品など多岐にわたる業種で指数を牽引する銘柄がありました。一方で右側の日経平均に関しては牽引しているのは半導体や精密機器中心の銘柄群となっていて、一部の業種テーマ株だけが上がっているという現状です。それでは今度は構成銘柄マイナスの方の影響を見ていただきますと、左側の水色の枠で囲っております部分がマイナス 0.07% が一番悪いもので、そこから 0.01% ずつの刻みとなっています。一方で右側の赤い枠で囲っています日経平均の方はマイナス 2.39 から始まり、マイナス 0.84、マイナス 0.81 と指数の足を引っ張っている銘柄というのが大きく違いがあるのがお分かりいただけると思います。欧州の株式指標を大きく押し下げるような大型株がないのに対して、日本株ではトップ2のファーストリテイリングやソフトバンクグループ、さらには M3 などの成長株が極端に日経平均の指数を押し下げています。ですのでここまでのランキングから言えることは、今年10年ぶりに日本株が欧州株よりも不調な推移となっているのは、極端に押し下げてくる大型株が日経平均には目立つこと、さらには牽引しているプラスの方でも一部のテーマ株を除いてなかなか上がってきていないということが挙げられるかと思います。それでは日本株の業績が欧州の株よりもそんなに悲観的なのかというのについて見ていただきたいと思います。まず欧州株の予想 EPS、 業績水準の予想ですね。それぞれのグラフ全体的に示しているのは全て予想の EPS で、一番下の白線だけが実績になっていますけれども、予想というのは年先の業績水準を予想したものまで含めたものとなりますので、その含め方に関してそれぞれの色分けでグラフが分かれているだけで、全体としては同じものを示しているとお考えください。このそれぞれ色ついている線グラフ見ていただきますと、2021年はだんだんと上昇してきている基調ですけれども、2019年以前の水準と比べていただきますと、まだコロナ前よりは低い水準となっています。一方で同じように日本株の予想 EPS、 業績水準を見てみますと、2021年非常に上昇しているのがお分かりいただけると思いますけれども、すでに予想の業績水準では2019年のコロナ前を超える水準で予想がされていることが示されています。つまり株式市場自体は欧州の方が日本よりも好調なのに、業績水準の予想に関しては日本株の方がコロナ前からの回復が高く予想されているということになります。ここまでのお話を踏まえて、相対的な日経平均の水準、日経平均が上がらないというのはテーマ株以外が上がってこなかったり、一部の大型株が押し下げているという状況ですけれども、予想の EPS 業績水準では日本企業の方が高水準になっているということですので、相対的に見ると欧州株は割高、日本株は割安になっていっていると捉えることが可能かと思います。ここまでが本日2つ目のテーマ、日経平均の水準を相対的に海外の株と比較した場合の考え方についてお話しいたしました。ということで本日のまとめとしましては、2つのテーマありましたけれども、まず1つ目、地域別の投資判断、日本株の現在地ですけれども、米国株が金融緩和策の行方やテーパリングが議論になる中で上昇を続けている、過熱感が増しているという状況です。ですので日本株だけが芳しくないという意味では、相対的に海外の他の地域の株よりも下方リスクが少なめになってきていると捉えることも可能かと思います。2つ目のテーマ、相対的に見た時の日経平均の水準ですけれども、今回欧州株と比較して見ていただきました。欧州株では未来の業績予想が情報修正されることまで織り込んでの株式市場の上昇、つまりコロナ前の水準をまだ予想の EPS で捉えきれていないにもかかわらず上昇しているので、さらに EPS 上がっていくと一部で考えられての上昇かと言えると思います。一方で日本株はすでに業績予想が好調にあるにもかかわらず下落基調を続けているということなので、これをまとめますと、欧米株を中心に過熱気味となっている株式市場ですけれども、すでに持っている長期投資分は忍耐として、新規投資分に関してはどこの地域の株を買おうか考えている場合は下方リスクも考えて日本株を
選択肢に含めるのも一向かと思います。ということで次回の相場感動画では信用残をネタに相場を語るチャンネルにご注意をということで、最近株式市場が下落しそうだというふうなことを語っているような動画よく見かけますけれども、はっきり言って未来のことを予言するというのは誰にもできないので、私はそういうこと述べないんですけれども、よく目につくのが信用残、特に信用買いの水準が高まっていることを理由に相場が下がっていきそうだと言っているような動画ですね。この辺に関してなぜ嘘なのかというのを機関投資家の動きを交えながらご紹介したいと思います。本日の動画は以上です。少しでもお役に立てたと感じていただけましたら、高評価チャンネル登録していただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。